皆様こんにちは、メルボです。今日はですね、みんな大好きな唐揚げを作りたいと思います。はい、まず材料を説明します。漬けだれ、醤油、お酒、にんにくチューブ、生姜チューブ、卵1個以上です。はい、こちらを入れていきたいと思います。まずお酒、お酒大さじ1、お酒大さじ1、醤油、醤油は大さじ2にしますね。ちょっと、はい。で、ここに生姜大さじ半分、にんにく、にんにくチューブも大さじ半分入れます。はい、はい、こちらをよくかき混ぜて、はい、ここにですね、卵を入れたいと思います。はい、卵もよくかき混ぜときます。このタレに鶏肉をしばらく15分から20分ぐらい漬け込みたいと思います。はい、鶏肉はですね、まあ、皮なしなんですけども、鶏もも肉を2枚ぐらい使おうかな、3枚ぐらい使おうか、3枚ほど使います。あ、4枚使います。1パック4枚入りだったので4枚使います。はい、では鶏肉を適当な大きさに切っていきますね。大きめの方が美味しいですよね。大きめに、はい、結構大きめに切ってます今。はい、1個これぐらい。これちょっと大きすぎかな。まあいいですかね。これを先ほどのタレに入れて、これを、こんな感じでよく揉んで、ここに漬け込んでおきたいと思います。これをまあ約15分から20分ぐらい漬け込みます。はい、はい、先ほど漬けた鶏肉に、片栗粉を直接大さじ1、2、3入れます。はい、そしたらですね、
薄力粉も1、2、3入れます。片栗粉と薄力粉同量です。こちらを直接揉み込みたいと思います。はい、こんな感じで感じです。こちらを170度の油で揚げていきたいと思います。はい、油はですね、フライパンの約2センチぐらいの高さに入れまして熱しております。温度を測ってみたいと思います。170度ぐらいかな、もう。あ、170度。あ、100。今温度計を入れまして温度を測ってるんですけども、170度がちょうどいいらしいんですが、今180度、185度、やばいです。はい、ここで一旦火を消します。はい、温度がちょっと高すぎたので一旦火を止めましてですね、入れていきたいと思います。今火を止めてる状態です。これでいくらか温度が下がるのではないかという作戦です。はい、ある程度入れましたら再び火をかけたいと思います。はい、今再び火をつけました。はい、強火です。はい、いい感じに上がってます。今少し強火から中火に変えました。はい、ここで一旦取り出しまして二度揚げしたいと思います。はい、では唐揚げを二度揚げする前にですね、先ほどレタス、キャベツ、人参、豆苗、パセリなどを、千切りにしておきましたサラダをお皿に盛り付けておきたいと思います。こんな感じですかね。はい、こんな感じでたっぷりと。こんな感じ、こんな感じかな。はい、そしたらですね、ここに唐揚げにはやはりマヨネーズですね。はい、マヨネーズを たっぷりこんな感じで、でレモンもこ
んな感じかな。はい、このように盛り付けておきたいと思います。あとは二度揚げした唐揚げをここに乗せるだけです。はい、では二度揚げが完了しましたので盛り付けに行きたいと思います。めっちゃサクサク、美味しそう。めっちゃ美味しそうです。サクサク、めっちゃ美味しそうです。唐揚げめっちゃカラカラに揚がってますよ。めっちゃ美味しそうです。よし、すごい美味しそう。唐揚げこんな上手にできたの初めてかもしれないぐらい美味しそうです。見てください、すごいです。美味しそう、めっちゃ美味しそうです。